今日から SFC 版ドラクエ5で、モンスターだけで全プリ企画やっていこうと思います。いいですねー。実はモンスターだけで全プリってやったことないからこれからどうなるか楽しみですよー。ルールは別にモンスター一人だけってわけではなくて、パーティーメンバーの限界の3匹をフルに使って実況プレイをしていこうかと。ちなみに主人公はいちいち缶桶に入れたりせずに、戦闘に参加させない感じでいきます。基本はモンスター3匹旅です。で、主人公たちはそんなところで何やってんのよ。え？10年ぶりくらいに奴隷生活から解放されたから、女性関係の方も解放してんのよ。やめとけよ。それで不祥事になった YouTuber や芸能人どんだけいると思ってんだ。欲望を思いのまま解放して、両手にはもう8切れんばかりの花ですよ。さっさとゆっくりゲーム実況始めますよ。それではモンスターを仲間にできるようにするために、まずは馬車から用意しないといけませんね。ちなみにこの企画は、モンスターを仲間にできる最速地点の、青年期前半が始まったところからとします。まずは馬車を手に入れるために交渉を。霊夢さん、私に任せてください。こう見えても私、昔営業やってたんすよ。そうなの？それは初耳ですね。それでは妖夢のお手並み拝見といきましょうか。おっちゃん。馬車安く売ってくれないと馬刺しにしてくるぞ。脅しじゃねえかよ。交渉どこ行ったんだ？そしてモンスターを仲間にする極意を聞くため、モンスター G さんの長い話にも耳を傾ける。てか思ったんだけど。この格好 G さんの趣味か？かっこいいこと言ってても全く説得力ねえぞ。とんでもねえジジイだな。後で懲らしめないと。それではまずモンスターを仲間にしていきますが、仲間にするモンスターは自由で、同じ種類の魔物が被るのは禁止とします。せっかくなので、この最初の街であるオラクルベリー周辺で仲間にできるモンスターのみで最初はやっていきましょう。で、倒せなくなってきたらちょっとずつ他の地域に出てくる強いモンスターを仲間にしていくという。おーおー、最初のモンスターが仲間になってくれましたよ。ブラウニーさんですか。やはりドラクエ5最初に仲間になるモンスターといえばこの人でしょう。こんな調子に、このエリア付近に出てくるモンスターで、最初に仲間にして旅をしたい3匹を捕まえていきます。そしてスラリンさんを仲間にした後、最後に仲間にするのはこのクックルーに決めました。ここでクックルーを選ぶあたり相当な手だれですね。そして各モンスターたちはこんな感じに、ブラウニー、スラリン、クックルーさんたちでこのドラクエ5をクリアしていこうかと。でもこのドラクエ5のスラリンさんって、普通にスクルトとかルカなんとか覚えて結構強いのよね。また、クックルーを選んだ理由は、なんといってもバイキルトを覚えること。ずっと使えるキャラではないですが、物語前半だと結構強いんじゃないかなって。それでは次に装備を整えておきましょうか。まずこのオラクルベリーで買える武器で強いのは、なんといっても刃のブーメランじゃないかと。しかもこれは、スラリンさんとクックルーさん2人が使えるという。そして防具の方は、まずはスライムの服や鉄の胸当てなど、盾など揃わない防具もありますが、まあ今はこれくらいでいいです。それではレベル上げをしていきます。ぶっちゃけこの最弱クラスの3匹で勝ち進んでいくのは相当きついので。このレベル上げに関してですが、ヘンリーは缶桶に入れますが、主人公はもうずっと同じくレベル上げに参加させておきます。もちろん参加すると言っても戦闘には参加しません。ただ馬車にいて、一緒にレベルが上がっていくという意味です。理由としては、これから先ボス戦なんかで主人公を缶桶に入れる際に、メガザルがあれば便利なので、それを覚えるまではずっとレベル上げようかと。なんなら、メガザルさえあればいつでも缶桶行きできるので、ずっとレベル上げに参加しても問題ありません。そしてストーリーを進める上で、とりあえずレベル20くらいあればいいと思ったのでここまで上げました。スラリンさんだけはちょっとレベルが上がりやすいので、レベル25まで上がってしまいましたが、その分いろんな技を習得。それではこれより、モンスターだけでドラクエ5実況プレイやっていこうと思います。まずはこのオラクルベリーから北に移動していき、主人公の地元っぽいところ、サンタローズに行きましょう。ここ別にそこまでして寄る必要ないんだけどね。まあ使えるアイテムも取れるから寄っていきましょうか。ちなみにここどんなに頑張っても、主人公とヘンリーがパーティーに入るから、必然的にこの先のサンタローズの洞窟はモンスター1匹で挑むことになります。まあここはもうすぐに飛ばしましょう。このサンタローズの洞窟の最深部で天空の剣をゲットできます。そしてついでにパパスさんからの手紙も。いやブラウニー漢字読めねえだろ。続いてはもっと西に行ってアルカパへ。ここはかつて幼少期にビアンカさんと出会った思い出の場所。まずは武器だけ見ておきましょうか。ブラウニーさんなんてまだ素手なんで何か欲しいですね。大気づきがありますよ。この時点で装備をフルで揃えるのは難しいからこれで妥協するしかなさそうですね。それではかつてビアンカさんが住んでいた宿屋へ。なんでも今はビアンカさんはここにはいなくて。7年前ほどに、今この宿屋を経営しているご夫妻がダンカンさんから買い取った模様。
この宿屋買い取った時ビアンカちゃんに会ってないのか。ここを離れる時、ビアンカちゃんどんな気持ちだっただろうね。主人公のことも待っていたかったろうにね。そして最後にはしっかり宿屋に泊まるのを宣伝してくるおかみ。やり手です。そしてこの宿屋で泊まるとあるイベントが発生。なんとヘンリーが祖国を思い出し思いにふけっている模様。やめろよ、インチくせえな。そんな顔で隣にいられたら眠れねえだろ。なんでも現在国を治めている弟たちのことが気になっている模様。そしてここでついにヘンリーは10年ぶりくらいに実家に帰ることを決意。てかこの部屋この宿屋で一番いい部屋っぽいけど、男同士で二人で泊まってるのどんな心境なんだろ。そして今回の目的地、ラインハットへと到着。ここはかつて幼少期にパパスさんと別れた場所ですね。ここでは防具として、貝殻帽子と毛皮のフードを購入。そしていよいよラインハット城に侵入するも。城内には何やら不穏な空気が、すでにラインハットは魔物の巣窟となっているみたい。てか大臣とかデール王とかこの状況見てなんとも思わんかったのかね。あれでしょ？デール王とか大臣はちょっとコンビニ行くのに着た服とかは面倒だから洗わずに着回すタイプなんでしょ。どういうこと？つまり細かいこと気にしないタイプってことよ。いや細かくねえだろ。国の中に魔物侵入してんの気にならねえとかどんだけ神経ずぶといんだ。そしてここからヘンリーの発案で、地下道を通って城内に潜入する作戦に変更。でもここからが厄介なのよね。ここから先のイベントって、主人公とヘンリーが絶対に入るから実質魔物一匹で戦わないとダメ。あ、モンスターだけとなるとそうなるのか。そうなのよ。ですがこの地下道はすぐに抜けられるので、もうヘンリーとかも入れてさっと抜けるだけとします。そしてここで幼少期にヘンリー誘拐を企てたデールの本物の母と遭遇。え？本物ってことは今城の中でふんぞり返ってるのは偽物ってこと？そういうことになるね。にわかには信じられねえな。ちょっと身分証明になるもの見せられる？お、出してくれましたよ。写真でアウトじゃねえかよ。ラーの鏡使うまでもねえわ。もっとひねれ。そしてここで偶然スライムナイトさんを捕獲。スライムナイトさんは言うまでもなく最強のキャラの一人なので連れて行きましょう。ただこの時点でまだパーティーには加えませんけどね。そしてもうこの地下道はすぐに抜けて。ヘンリーの弟と謁見へ。遠の昔に死んだと思っていた兄が帰ってきたことでデールも困惑。そして地下に本物の母が幽閉されていることを知ったデール。いや気づけよ。いくらなんでも自分の母親がそこら辺のおばさんと入れ替わったら気づくだろ。対して話す時も顔とか見てないんじゃないの？目も合わせずに親子の仲が冷め切ってたんですよ。そしてラーの鏡を取りに行くための鍵をゲット。そしてこのラインハットから、旅の扉っぽいところに入って、お次はラーの鏡を取るために神の塔へ。神の塔へ入るには修道女の祈りがなければ開かない。なのでこんな時こそあの人の出番ですよ。以前奴隷時代に助けてやった恩をちらつかせ、マリアさんに神の塔への案内を頼むことに。貸した恩を全力で回収しに行くのが主人公スタイルです。そしてこれから神の塔へ。ここからはもちろんモンスターだけでのクリアを目指します。ここで先ほどのマリアさんが、修道院での修行の成果を発揮し、これまで貯めてきた覇気を一気に解放。覇気によって神の塔への扉は開かれ、気を放出しきって廃人のようになったマリアを抱え塔を登ります。そんなストーリーだっけ？とりあえずレベルだけは上げまくってはいるので、ここからは特に戦闘はすることなく逃げて最上階を目指していきましょう。ここの敵って意外と大人数で出てくるから、いちいち戦ってたら時間かかって結構厄介なのよね。言ってるそばから大人数で襲ってきてますよ。しかも不意打ち食らわせてくるとか、こんな大人数で不意打ち食らわせてくるとか卑怯すぎるだろ。これこっちのレベルが低かったらこれだけで壊滅状態にされかねないからね。だから装備とレベルを十分に準備しておけば、こういう時にもなんとかなるという。特にこの神の塔内部で取るべきアイテムもないので、どんどん上に上がっていきましょうか。そしてこの最上階の見えない床を乗り越えて、なんで踏み外してんだよ。失敬。あまりに床が見えなさすぎたから踏み外しました。いやもともと透明で見えないんだよ。何言ってんだ。そしてここでついにラーの鏡をゲット。これであの偽対抗の化けの皮を剥がせます。免許証の時点でアウトだったけどな。そしてダイレクト直帰。ダイレクトの意味が、かぶってる。そしてこの偽対抗戦なんですが、詳しい方わかるかと思うのですが、どんなに頑張っても主人公とヘンリーがパーティーに加わります。え？じゃあ人間入れて戦うの？いや、さすがにそれはないかなって。主人公とヘンリーが死ぬまで待ってからモンスターだけで戦う方針で。で、ここで問題なのが、ってことはモンスター一匹だけで戦うってことじゃんということ。ああ、つまり主人公とヘンリーがパーティー3人の枠の2枠を奪うから、あと誰か一匹しかモンスターが参加できないってことね。そういうこと。なのでまずはブラウニーさん一匹でなんとかできるのか試します。まず問題となってくるのが、ブラウニーさん一人になるまでずっと待たないといけないこと。
この間にダメージ食らったり、仲間呼ばれたりするから、全く公平ではない状態でボス戦に勝たないといけない。まずは笑い袋が呼ばれました。ちなみにこの偽対抗の攻撃はローテーション行動です。その内容は、笑い袋を呼ぶ、気の息、気合ため、火炎の息、攻撃、骸骨兵を呼ぶ。特に気合ためからの火炎の息が強力で、こちら全体に30以上のダメージを与えてくるから危険。しかもこうやってホイミスライムとかも笑い袋が呼んでくるから、ホイミ連発されて倒せなくなったりするのよね。先ほど笑い袋がメダカニを使ってきて主人公が混乱しました。正直主人公がメガザル覚えてくれてたら一人になるのが楽なんですが、今主人公混乱したドサクサに紛れてヘンリーにとんでもないことしましたよ。抱きつきやがったなあの野郎。このチャンネルそういう男同士とか許可した覚えねえぞ。うちはそういう系のチャンネルじゃないから、そういうのはよそでやってください、二人とも。てかどんどん手がつけられない状況になってんな。もう仲間呼ばれまくってどうしようもなくなってる感が。こういうところがモンスターだけとかって制限かけると不利なんですよね。強制的に何かが起こった時に、元の条件に戻すために苦労するという。これもう次から主人公のレベルをメガザルを覚える28以上まで上げた方がいいかもね。ここでやっと主人公が缶オケダイブ、あとはヘンリーさえいなくなってくれればやっとボス戦開始となります。やっとブラウニーさん一人になりましたよ。ここからついにモンスターだけのボス戦が始まります。それでは今回選んだのはブラウニーさんなので、特技も特にないので打撃でどんどん攻めていこうと思います。こっちのレベルが高いから打撃のダメージを効かされるということはないんよね。やはり狙うのは偽対抗から。他のやつをいくら倒してもまた呼んでくるので意味がない。こっちのダメージは27。偽対抗の HP は350あるようなので、もう10回以上攻撃しまくらないと倒せない計算。しかもこのダメージだと、もしそこにいるホイミスライムが本気になってホイミ使いまくってきたら、永遠に倒せない可能性が出てくる。だからなんとかしてホイミスライムが覚醒する前に倒さないと。そしてこの偽対抗戦で最も恐ろしいのが、実は笑い袋が使ってくるメダカニなんですよ。今も使われちゃいましたが、なんか SFC 版ドラクエ5の混乱って敵から打撃もらっても解けないのよね。見事に点に召されました。こんな感じに実はモンスターだけのパーティーで偽対抗倒すって相当苦労すんのよね。主に怠慢になるまでの間に。なので今度はキャラを変えましょう。お次はブラウニーさんではなくてクックルードので。てか別に道具禁止にされてるわけでもないから、道具欄いっぱいに薬草を持っていけば、ちょっとは有利になるかなと。クックルーさんなら果たしてどう戦いが変化するのか。それではまずはいつものように、主人公とヘンリーが缶桶に入って一人になるところまで行きます。で、問題はこの一人になるまでの間に、いかにして不利な状況になるのを避けるか。今回はクックルーさんは特技で呪文なんかも使えるので、もし間違って笑い袋からの魔法トーンなんかに当たったら一気に計画が崩れる。いきなり当たってんじゃねえかよ。もうダメだこや。作戦としては、クックルーが使えるスクルト、ルカナン、ラリホーなんかの補助系の呪文をフルに使って形勢を変える作戦でした。でもこうなったらもう何も取り柄がなくなったただの取り。もう玉砕覚悟で今回も最後まで行きますよ。今も笑い袋がメダカニを使ってきてました。正直この戦闘をこの後何度も繰り返すことになるのですが、メダカニがモンスターに当たった時点で負け確定です。そこからまともに攻撃して状況を打開できたことはゼロでした。なんか SFC 版ドラクエ5ってマジで敵からの打撃食らっても、混乱解けないんですよね。どうやったら混乱って解けるんだろ。自然に解けたこともないしね。これはマジで謎だわ。だから一回でもメダカニが当たったら、もうそれはザキとほぼ同じだと思っています。ここに来てあとちょっとでクックルー一人になれます。今のところ混乱は来ていないので、なんとか可能性だけはあるか。でも言うてもうマホトーン食らってるから絶望状態だけどな。ここから頑張って打撃だけで敵を減らしていくしかない状況に。本来ならこういう呪文を使いまくって状況を逆転させていけたはずなんだけど。あ、でもクックルーさんのいいところはまだあって、それは刃のブーメランからの全体攻撃ができるってこと。なので一気に敵の数を減らせる可能性がある。だからそれができたらまた状況は変わってくるかもですよ。てか笑い袋ってなんであんなに回避率高いんだろうね。あんまり打撃当たんない印象なんよな。いやー、ついにメダカニが当たっちまったー。もうこれで全く可能性すらなくなりました。あとはただ殴られまくってやられるのを待つだけという。薬草を使いたいところだけど、言うこと聞かないから道具を使うことすらできない状態。もう希望すらありませんね。ホイミスライムがホイミも使ってきてましたし、マジでこれモンスター一匹で倒すの難しすぎるだろ。なんとか HP さんで生き残ってはいますが、もうこれは時間の問題でしょう。ご覧の通り、モンスター一匹だと、耐性の問題があると思うのですが補助系の呪文に苦しめられるという結果に。てか補助系の呪文を使ってくるのは笑い袋のみなので、この笑い袋をなんとかしないとマジで勝ち目なんてない。それでは今度はスラリンさんで一度試してみましょうか。
スラリンの野郎絶対に負けるから、レベルを頑張って40まで上げてきました。スラリンのレベルを40に上げることで、主人公もレベル28を超えてメガザルを習得してくれています。なんとかこのスラリンで最初のボス、ニセ対抗を超えたい。よくよく考えたら、最初からヘンリーを倒した状態で戦闘に入れば手間省けるんじゃね？確かに言われてみたらそうでしたね。でも主人公がメガザル使うからどっちにしろ生き返りますが。本当にそうじゃねえかよ。意味ねえな。ヘンリーマジで邪魔だなあいつ。なんとかしないと。で、ご覧の通り、見事に一人になる前に混乱状態にされました。もうここからどうしようもない状態に。スラリンさん戦いの極意について敵のホイミンさんに熱く語り始めてますよ。めちゃくちゃ面倒くさいやつじゃねえかよ。もう本来ならここでスクルトとかで守備力上げて一気に有利にする予定だったのに。え？なんで全滅扱いになってんの？なんかスラリンさんが馬車が恋しくなって馬車に引きこもっちゃったから、戦闘の場に誰もいない扱いになって負けました。そんな負け方あんのかよ。もう禁止レベルの負けじゃねえか。このままレベル99とかにして灼熱連発すれば勝てるかもだけど、そこまで行ったらもうこの企画がぶっ壊れるから、ここであの方に登場してもらいましょう。ピエールことスライムナイトさんが最強かと。彼のいいところはメダパニなどに強耐性であること。だからこれまでメダパニやマホトーンにほぼ無耐性だったスラリンやクックルーの野郎たちとはレベルが違うということです。それではこのステータスで挑んでいこうと思います。それでは戦闘開始へ。あまりにこのルール内で強すぎた最初のボス、ニセ対抗。とてもスラリンやクックルーレベルのモンスターでは歯が立たなかったので、今回はこのスライムナイトさんをお招きしてなんとかぶっ倒したいところ。これ以下にヘンリーが早くスムーズに死んでくれるかが鍵だよね。いくらスライムナイトさんでも、メダパニに完全耐性ではないから。ついにこんなにも早くピエールさん一人になってくれました。ピエールさんの武器は鋼の剣なので、単体攻撃なため最初に誰を狙うか。やはりここは親玉であるニセ対抗でしょう。笑い袋は危険すぎますが、倒しても倒しても後から呼んでくるので。そこはピエールさんの強耐性を信じて、もう一気にニセ対抗を攻撃しまくって仕留めるのが一番いいのではないかと。でもそうなってくると、今度怖いのはホイミスライムのホイミ。これが飛んでくる前になんとかして一気に仕留めておきたい。あ、でもよくよく考えたらピエールさんって呪文使えるわ。だからここでイオラなんかで一気に倒せるんじゃねえの？おーおー、笑い袋には効きませんでしたが、ここで一気に数を減らせたのは大きいですよ。もうそろそろニセ対抗を仕留められるはず。もうさっきから笑い袋がメダパニとか使ってくるんじゃないかとヒヤヒヤしてます。いや、ここで笑い袋が2匹はマジで恐怖でしかないわ。マジでピエールさんには会心の一撃とかでさっさと仕留めてほしい。なんとかニセ対抗を倒しました。で、ここからも問題。笑い袋がメダパニを使ってくる前になんとか先に倒さないと。あと1匹。ここさえ乗り越えればあとはもう勝ったも同然ですよ。最後の会心の一撃は熱すぎるだろ。もうこのままあとは残りを片付けるのみとなりました。ここまで来たら恐れるものなんて何もないですよ。そしてまるで最後の砦かのように残ったホイミスライムを最後仕留めて。なんとか無事に最初のボス、ニセ対抗を、ギリギリの戦いを制して突破に成功。想像以上にきついモンスターだけでの冒険。果たして次はどんな戦いが待ち受けているのか。今回はキリがいいのでここまでで終わっておきましょう。次回はこの続きから実況プレイしていこうと思います。この水曜日のゲーム実況動画は月2回以上、できれば毎週投稿していきたいと思っていますので。チャンネル登録、評価ボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。